はい、どうも皆さん、こんばんは。今回はですね、まあ、突如ね、新日本プロレスの公式から発表されました、まあ、とあるね、記者会見についてのお話を、まあ、していこうと思うんですけど、まあ、本日の、午後の10時10分かなに、まあ、こんなことがね、新日本プロレスから、発表されたんですよ。まあ、それが、こちらになるんですけど、こちらですね。はい。まあ、これどんなことかっていうと、まあ、新日本プロレスとアベマが、10.9 両国国技館大会に関する、まあ、記者会見を実施しますっていう、まあ、ことだけなんですよ。今現状分かってるのがこれだけで、詳細情報とかっていうのは一切ないんですよね。まあ、9.19 なんで、もう本当にあと4日後なんで、もうそろそろ発表されるわけではあるんですけど、じゃあ今回は、一体この記者会見で、まあ、何がね、発表されるのかというとこれをちょっとね、個人的にまあ考えてみたら、まあ、3つほどね、案がまあ思い浮かびましたので、まあ、今回はねそのあたりについて話していこうと思います。はい、早速じゃあもう本題からいこうと思うんですけど、まあ、この新日本プロレスとアベマの、10.9 両国大会に関する、まあ、記者会見であると、はい、結構ねなんかこういう記者会見するって珍しくて、まあ、その何ですかね、前日とかになんかこの記者会見っていうか、なんですかね、こう調印認識とかやることはあるんですけど、まあ、この記者会見では一体どんなことを、まあ発表するのかと、で今回僕があの考えてみたら、まあ、3つほど案が思い浮かんだんですよ。でまず1つ目、こちらがですね、これがあの正直一番悪いパターンなんですけど、ペーパービュー販売か、あるいは、テレビ朝日の独占放送になりますよっていう、まあ、発表であると、はい、まあ、これはあの発表って言ってるんですけど、まあ、正直我々ファンからするとかなり、やめてほしい、一番やめてほしい、まあ、発表かなっていうふうに思うんですよ。まあ、ペーパービューっていうのはもう今でもなく、ニュージャパンワールドでは見れなくて、ペーパービュー買った人だけが、見れる大会になりますよっていう、そういう、まあ、海外とか、あと国内の団体、対抗戦とかでやる、まあ、そういうペーパービュー方式に、10.9 両国がなるんじゃないかという、予想と、あともう一つのテレ朝独占放送っていうのは、まあ、これちょっと前にね、なんかその両国大会っていうのが、まさにこうテレビ朝日の独占放送で、ニュージャパンワールドで見れませんっていう時代になったことがあるんですけど、まあ、それの再来というかね、またテレビ朝日さんが、独占で放送するか、ニュージャパンワードでは、まあ、見れませんよっていうこの発表っていうのが、まず一つ目の可能性ですね。はい。ただ、個人的に言うと僕、これは、ないと思ってるんですよ。それなんでかって言いますと、それをやるんであれば、別にわざわざ、アベマさんの、使って発表する意味がないですし、まあ、それって本当にまあ、明らかにまあ、悪い発表なんで、その個人的にこれは、まあ、違うんじゃないかなっては、思ってます。で二つ目、こちらがですね、僕個人的に一番まああり得ると思ってるんですけど、まあこれが、アベマで 10.9 両国大会を、無料放送しますよっていう、まあこれはすごくあのいいことですよね。まあ一つ目、二つ目はアベマで無料放送するっていうことですね。はい。まあこれは結構僕はあるんじゃないかなと思ってまして、そのアベマのサイバーエージェントなんですけど、そのサイバーエージェントっていうのは結構そのノアの大会とかはそのビッグマッチとかも全然アベマで無料で放送するってことが結構たくさんあるんですよ。で、最近なんか新日本プロレスっていうのも、ちょこちょこまあ、アベマさんで、流れることが多くなって、無料放送っていうのも、ビッグマッチはね、多分ビッグマッチを新日本プロレスが無料で、アベマで流したことはないと思うんですけど、まあ、今回その初の試みとして、新日本プロレスの 10.9 両国大会を、まあ、アベマで無料で全部流しましょうというね、この太っ腹な、案がこの二つ目ですね。はい。まあ、これは結構僕はありというか、全然あると思ってますし、まあ、わざわざやっぱアベマさん通して発表するぐらいなんで、もちろんこうアベマにも、関係があることだと。で、やっぱ新日本プロレスからしても、まあ、無料放送するのは痛いんだけど、でもその後やっぱアベマの、普段見ている視聴者とか、あとノアを見ている視聴者の方が、まあ、新日本プロレスっていうのをこう全部フルで、無料で見たことによって、まあ、新しいね、新規ファンの獲得に、まあ、つながる可能性っていうのももちろんあるんで、まあ、新日本プロレスとしても毎回は難しいかもしれないけど、まあ、決してこう、アベマで、ビッグマッチ全部フルで無料で流すっていうのは、決してまあ、悪い選択肢ではないかなっていうふうには思いますね。そして最後の3つ目、こちらがですね、10.9 両国大会の追加カード発表っていうことなんですけど、まあ、この 10.9 両国大会ってまだその全対戦カードが、発表されてないんですよ。で、結構もう5、6試合ぐらいは発表されてて、まあ、主要なあのベルトマッチとかのカードは全部発表されてるんですけど、まあ、正
直ね、結構、弱いとは言わないんですけど、ネバーの6人タッグマッチが追加されたことによって、個人的にはかなりいいカードになったんですけど、ただやっぱどうしてもね、外国人選手が非常に多くて、海外向けの興行っていう大会のイメージが、僕はこの10.9に関してはすごく強いんですよ。その本当にじゃあもう10.9はもう海外向けでしますよっていう新日本プロレスがもうそれで決めてるんであればこのカードでも全然強いと思うんですけど、やっぱり国内でやるからには、もしやっぱ国内向けのカードを増やしたいなって思ってるんであれば、ここでそのアベマさん通して、アベマイコールサイバーエージェント、サイバーエージェントイコールプロレスリングノアってことにもなりますし、最近そのやっぱね、大岩選手なんかがノアに参戦されたりとか、あるいはザック・セイバージュニア選手がノアの9.3の大会に参戦したりとか、結構新日本プロレス側から、ノアに選手を送っていると。でノアの方も、その清宮海斗選手とか G1 参戦したんですけど、そのザック選手は来たそのお返しみたいな感じで、この10.9両国大会にノアの選手が、やってくるんじゃないかと。それこそ一番あり得るとすると、清宮海斗選手がやってきて、ザック選手と対戦とかね、 TBO ザック対戦とか、その向こうですごい人気の、例えばケンオウ選手とか、そのジェイク・リー選手とか、現チャンピオンのジェイク・リー選手とか、あるいは中島選手とか、塩崎選手とか、そういう選手が、10.9両国大会で、新日本プロレスにやってくるということであれば、これは完全にやっぱ国内向けのカードになるんで、その海外向けのカードを提供しつつ、国内向けにも結構注目度が高いカードをね、提供しますよっていうその発表を、今回アベマさんを通してするんじゃないかっていうのが、この3つ目の説ですね。これも正直結構、あり得るかなっていうふうには思うんですけど、ただこれはやっぱそのさっきの2番目と比べたら、ちょっとそのなんですかね、いろいろめんどくさいというか、どの選手をじゃあ勝つのかとか、その選手は一体誰と組んでどういう試合をして、誰と対戦するのかとか、いろいろ決め事が多いんで、個人的にはこれも全然あり得るとは思ってるんですけど、3番目のやっぱアベマでこの10.9両国大会を、無料で放送しますよっていうのが、今のところ現状一番強い、説かなっていうふうには、ちょっと個人的にはね、思っております。はい。というわけでね、最後に、僕の説を3つまとめてみようと思うんですけど、まず1つ目が、ペーパービューかテレビ朝日で独占放送すると。これ最悪ですね、本当に。はい。で、2つ目が、アベマで、10.9両国大会無料放送しますよと。で、3つ目が、追加カードとして、ノアの選手が何人か、新日本プロレスのビッグマッチに参戦しますよっていう、この3つのうちの、どれかがね、起きるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと個人的にはね、予想をしております。一体どうなるのかというのはね、これは4日後の9.19両国大会の、記者会見を見ればね、おのずと分かることだと思いますので、これ午後3時からなんで、普通の、働いてる方は多分見れない方が多いと思うんですけど、僕もちょっと仕事終わって帰ってから見ようかなっていうふうにはね、ちょっと思ってます。火曜日が休みですね。じゃあ見れますね、僕。はい、見れます。はい。というわけでね、今回のお話は以上になります。次回の動画で会いましょう。以上。